ジョージ高野という選手はずっと海外にいたんだと。で、小村という選手がいなくなった時に偶然帰ってきたんだと。というふうなお約束の中やってるんです、はい、と思ってこの放送のマイクアピールガスを見ていただきたい。おー、何々マシンコは聞いてるか。このマスクを引き裂いて。これは小村の正体。俺はてめえみたいになマスクって見てみます方にならないからな。俺はお前みたいにな自分からマスク取ってな恥ずかしいことはできねえんだよ。一応これでレスラーとしてやってみよう。その4年後、まあ、ちなみにマシーンはどうか。マシーンたちは自分が俺はてめえみたいになマスク取って見てみます方にならないからな。お前ということはジョージがかつてはマスクをかぶっていたマスクマンだってことですか。そうだ、そうだ、悪いか。マスク越しにやっちゃったっていう顔が分かるでしょ。やっちゃったっていうのが分かるでしょ。悪いかい。